気がついた。大丈夫、どこも痛くないなら良かったわ。それにしてもあんた体調悪いなら悪いって正直に言いなさいよね。急に倒れるからびっくりしたわよ。迷惑とか心配とかそんなの思ってないから、ちょっと驚いただけよ。はいはいね、うん、心配の照れ隠しとか甘酸っぱい青春は後にしてね。患者の容態を確認したいからまずはそこどいて。照れ隠しってね、私は別に。目が覚めるまで一生懸命呼びかけてたのは誰だったかな。うるさいわね。意識のない人に呼びかけるのは救助の基本じゃない。まあそうだね、そうなんだけど、そういうことにしておいてあげようかな。そういうことじゃなくて、そうなの。それより見るんでしょ、早く見なさいよ。ほら。はいはい。実はさっき見た時にはデータが混濁してきちんと見れなかったんで、もう一度体調を確認するよ。ここは生活廃棄物研究所の医務室。そして私はヒポクラテス、ここの医務室の担当医で責任者。今は暫定的に君の主治医でもある。ヒポクラテスもフォークロアよ、研究所と契約してくれてるの。まあ医務室といっても学校の保健室と同じで、具体的な医療行為は君たちアバターにはここじゃできないんだけどね。フォークロアや AI の治療と回復はできるんだけどさ。で、君は廃棄領域から戻ってすぐに倒れて運ばれてきたんだけど、覚えてるかな、記憶喪失くん。うん、君の事情はネウと所長に聞いてるから安心してくれていいよ。一応説明しておくとね、本来アリス内で転んだりぶつけたりしたところでリアルの体には何も影響はないんだよ。でも稀にあまり強い衝撃を受けると脳がショックに耐えられなくて、傷を受けたのと同じ不調がリアルの体にも現れちゃうことがあるんだ。逆にリアルの不調もよっぽどの渋滞でもない限りアバターには反映されないはずなんだよね。だからアリス内で失神しちゃうっていうのは結構深刻なんだよ。場合によっては意思権限で強制ログアウトだからね。まあ説明はこんなところでいいかな。いいよね。じゃあ今から君の体の状態を見るんで、アバターにアクセスするよ。さてどうかな、どうかな。おおおまあいいか、データの混濁のせいかもしれないし、今はどこも異常はないみたいだね。うん、健康体。じゃあもう行っていいよ。うん、だって患者じゃないなら医務室に置いとく理由ないし、出てってくんないかな。ちょっと待って、私もドクターの事情を話したわよね。今後のこともあるんだからもうちょっとちゃんと見てくれない。健康体だし。運ばれた時はちょっとデータ混濁してたりして珍しいなって興味深かったけどさ、今は超普通なんだもん。分かった、ドクターに渡そうと思ったけど内緒でこれあげる。おお、何かな何かな。おお、これは医科大の教授の論文。医療系のフォークロアがいそうな
臨床記録の一部なんだろうな。いいな、いいな。なんなら今度廃棄場所を教えてあげてもいいわよ。なんと、それは本当ですか、ネウ様？ええ、もちろん。だからもう少し細かく見て。わかった、ぜひ今すぐ再審させていただきますとも。とは言ってもな、今のところは本当にアバターの情報も正常だから異常なしとしか言いようがないんだよね。本当なの？倒れて一瞬意識がなくなってたし、その後も朦朧としてたのよ。おお、本当だよ。いい加減な診察とかしたら私が私の先生に違反するじゃないか。そうよね、分かったわ。ヒポクラテスが言うならその通りなんでしょ。まあ今後またデータが混濁したりすることもあるかもだから、時々店においでね。はーい、じゃあお大事に。ドクターは今定例会議のようね。会議中じゃ報告できないし、どうしようかしら。困ったわね。姉さん、ドクターから伺ったのですが、倒れられたとか、もう大丈夫なのですか？いろいろなことが起こりましたもの、無理はなさらないでくださいね。それでこの後はどうされるのですか？そうね、彼がまだこちらにいるのなら町に連れて出ようかと思ってる。ドクターの会議が終わるまでは時間が空いてしまうのだけど、彼を一人で放置するわけにもいかないでしょ。それに記憶情報の件だけど、運営から連絡がまだ来ないの。でも町で見知ったものがあれば、復旧を待たなくてもリアルの体の方で思い出すことがあるんじゃないかと思って。それはいいですね。気分転換にもなるかと思いますよ。わかったわ。じゃあ町へは私がご一緒してもよろしいでしょうか？え、どうして？バタバタしてましたからお忘れなのだと思いますが、今日は登校日なのでは？そうだわ、課題の提出があるのよ。ってなんでアンドロメダが知ってるのよ。実はドクターから頼まれてました。今日は学校に行くと言っていたので、もし彼についているようなら代わってやってくれと。そうなの？忙しいのにありがとう、助かるわ。そういうわけだからごめんね。町へはアンドロメダと言ってきて。できるだけ早く戻るけど、学生の本分はしっかり果たしてくるわ。じゃあ行ってきます。姉さんはドクターの手伝いをするためにリアルにある学校でなく、アリスにある単位制の学校へ通っておられるのです。課題を提出したらすぐに戻られますよ。あなた様が倒れている間、ずっとそばで心配しておられたそうですから。では私たちも町へ参りましょうか。ここがアリスの繁華街です。何か見覚えのあるものがございましたらいつでもおっしゃってくださいね。私の契約者のモモチが言うには、ここにあるものはあまり現実と変わらないそうです。現実と同じものが売っていて、こちらで買って現実に届けてもらうこともできるそうですよ。少しお待ちください。どうぞ、アイスクリームです。召し上がってください。現実と同じで冷たくて甘いでしょ。フォークロアの私にも感じられるのに、現実ではないのです。夢で現実と同じ感覚を共有できる技術なんて、
私たちの時代からすると魔法のようなもの。今は現実の天候もシミュレートして再現が可能だとか、素晴らしいですよね。人は長い間に進歩したのだと実感します。あ、私ばかりお話ししてごめんなさい。お疲れではないですか？突然ごめんなさいね。姉さんたちだと当然のことなので、フォークロアのこの感覚はなかなか伝わらないのですけど、あなた様は記憶がない状態なので、もしかしたら少し理解していただけるのではと思ってしまいました。ここはこのくらいにして少し歩きましょうか。この公園は研究所の近くにある公園で、かなり広いのですよ。お姉ちゃん、こんにちは。こんにちは、エリーちゃん。今日はお母様とご一緒ですか？ううん、今日はパパと来てるの。この人、お友達？はい、これから仲良くしてあげてくださいね。うん、いいよ。私、エリー。よろしくね、お兄ちゃん。おい、エリー。あ、パパが呼んでる。じゃあまた今度遊んでね、お姉ちゃん。あの子の父親は家族と一緒に住んでいません。仕事の都合で遠方にいるため、休みごとに行き来するのは難しいそうです。でもここがあることで会える、触れ合える、ぬくもりも感じられる。私たちの生きていた頃には考えられなかったことです。アリスで第二の人生を謳歌する方はとても多いそうですよ。ある方はあちらで満たされないものをこちらで見出し、別の方はアリスでの成功をもとに現実の生活を向上させるそうです。あちらで災害やどうにもならないことにあっても、アリスがあることでやり直す気力が湧くなんて素晴らしいことですよね。ですが、いえ、何でもありません。それはそうと、この辺りについての記憶は特になさそうですか？そうですか。早く記憶情報が戻ればいいですね。あら、噂をすれば。お問い合わせのございました情報について該当する記録が存在しないようです。再度ご確認の上お問い合わせください。なんてこと。慌てることはありません。ドクターにまずは報告しましょう。今は不安だと思いますが、私もできることはお手伝いします。一度研究所へ戻りましょう。失礼します。二人ともお帰りなさい。あら、姉さん、もうお帰りだったのですね。学校はどうでしたか？どうもないわよ。いつも通り課題を提出して先生と面談してから友達と少し話をして戻ってきたの。それよりも運営から連絡が来たんですって。はい、それが。そうですか。あり得るとは思いましたが、想定していた中では悪い方に当たってしまったようですね。どういうこと？君は現実世界かアリス外のネットワークで女王に不都合な情報を拾ったのかもしれません。女王はそういったデータをエラーを装って削除をすることがあると聞きます。個人情報であってもわざと消したのですから、当然復旧もしてくれないのですよ。そんなこと言われても今は何も覚えてないのだから、あんただって困るわよね。
さっきはそんなこと一言も。どうして言わなかったのよ。混乱されていたのでしょう。立て続けにいろんなことが起こったのですから。これもクロノグラフの影響ですかね。もしかすると他のケースと違って彼の記憶情報は完全消去されたわけではないのかも。いや、それとも廃棄領域に残っているものをたまたま回収したとか。最悪の事態ではなくなったようですが、状況が厄介なままなのは変わらないですかね。あるとも言えるし、ないとも言えます。いくつかの過程を組み合わせるとつながるというレベルなのですよ。つまり今はまだ何とも言えないというところです。そもそも君に関してはクロノグラフの影響でしょうか、どうも他の人といろいろ勝手が違うようなのです。持ち物であるはずのクロノグラフがマスター承認したアバターから切り離せない仕様になっている。それはつまりクロノグラフを扱えるのは彼だけということでしょうか。そういうことになりますね。おそらくですが、クロノグラフの紛失や盗難を防ぐために関連付けに何らかの細工がされているのでしょう。とにかく君に関することは不確定要素が多すぎるので断定して返事がしづらいのですよ。ねえ、クロノグラフはともかく、結局のところ彼の記憶情報は簡単には戻らないということでしょう。だったらアバターロストのこともちゃんと教えてあげた方がいいのではないかしら。そうですね。せっかくだしネウも聞きますか。いろいろややこしいことに巻き込まれそうなので、ネウには今までちゃんと教えてませんでしたが、今後のことを考えると詳しく知っておいた方がいいでしょう。待って、今まで教えてないってどういうこと。詳しいことは分かってないんじゃなかったの。だって教えると君すぐに首を突っ込むじゃないですか。そうでなくても今回みたいに人やら動物やらフォークロアやら拾ってきちゃうのに。そうですね。でも姉さんは放っておけない病という不治の病なのですから、仕方がないです。ちょっと、人の勝負にヘンテコな病名つけるのやめてよ。しかしギリシャの有名な医師の診断名ですよ。ヒポクラテスね。後で抗議してやる。まあ話さなかったのは確たるソースがほとんどないからなんですが、それだと話が進まないので、私が今一番真実に近いと思っている説から話しましょうか。廃人化事件とは、ネットワーク接続中に受けた何らかのショックが脳に影響を与えて現実の肉体が植物人間となる現象を言います。そしてその状態になると共通して起きる事象に、現実ネットを問わず全ての個人情報の消失と仮想空間内でのアバターの行方不明があります。他のネットワーク接続中に起きた事例もありますが、多くはアリス接続中に発生し、アバターの消失を伴うことからアリスではアバターロストと呼ばれているのです。アバターは個人情報の塊です。生まれてからこの国で生きていくのに必要な個人情報を管理する番号も例外なく入っています。今回の湊さんのようにそのアバターが食われて消失するということは、どういうことになるか想像できますか。死人、もしくは存在しない人間として扱われるってこと。正解です。社会的に存在しないことになってしまいます。アリスは今や行政やあらゆる機関と連携していますから、もし病院や自宅で生命維持装置などで生活している人がその状態になったら、本当に死んでしまうということね。ですがまだ生きているわけですから、先生の説明通り現実の肉体は昏睡状態に陥りますが、誰かが気づいてくれれば十分助かる可能性があるのです。ええ、可能性は十分あります。実際誰かと現実で同居している人などは、失った個人情報管理番号の復旧は割と早い。助けた後にデータの整合性や本人確認するためにいろいろな照合を行う必要があるので、
本来復旧は時間がかかるものですからね。そのあたりの事情も含めると港さんを助けるために彼の記憶情報を取り戻すこともかなり重要なのね。そうですが、ただ困ったことに記憶を拾える希望があるだけマシになったというだけで、依然面倒な状況であることには変わりないのですよ。そっか、ゴミ箱の中はいっぱいになったら廃棄領域ごと不定期にクリーニングされて全部消えちゃうから、あんたに無理と無茶はさせたくはないのだけど、いつ消されるかわからない以上、記憶情報の探索に関してそうのんびりはできないのよ。そちらは私の方で業者の申請を監視してできるだけ遅くなるよう働きかけてみましょう。君はその間に少しでも多くの記憶情報を取り戻せるようにしてください。何？礼には及びません。我々には千佐さんの研究成果が必要なのです。解明するためにも君にクロノグラフを使ってもらいたい。だからこれは持ちつ持たれつというやつです。本来であればポーンは発生しても大半がすぐに消去されるはずなのですが、このところなぜか数が激増し凶暴化するようになりました。クロノグラフはこの事態を収集できる手段の一つだと私は考えています。しかしその機能はどういう理由なのかまだ制限されている。港さんを助けるまででも構いません。その辺も解明したいので我々にも手を貸してください。そうと決まればあんたの記憶情報探しね。でもいろいろあって疲れているんだし、今日は一度休んだ方がいいわ。私もできるだけ付き合うから、行きたくなったら声をかけて。よし、倒した。え、そうだったかしら。クロノグラフのおかげかしら。なんかちょっと強くなったような気がするのよね。前と同じにしているつもりなんだけど、どうも力が出すぎちゃうっていうかさ、加減が時々うまくいかないのよ。まあいいじゃない、それはそのうちどうにか調整できるでしょ。それよりも本題よ。どう、何かまた思い出すような兆候ってきた？そう、女王が消そうとしたものだけにそんな簡単にはいかないよね。やっぱり地道にやるしかないのかしら。廃棄領域は広いから、せめてもう少し場所や条件が絞れたらいいのだけど。何言ってるのよ、そもそもあんたのせいじゃないでしょ。むしろ被害者なんだから堂々と甘えてればいいの。それにドクターもクロノグラフに興味津々だから、持ち主のあんたに協力することでそれも調べたいのよ。だからギブアンドテイク、本人だってそう言ってたでしょ。だから気にすることないわ。私だって嫌だったらそもそも関わってないもの。はい、この話は終わり。一日は短いのよ、さっさと次の場所を探索しましょう。あら、誰かこっちに向かってくる。他の組織の人かしら。ああ、気づいてくれてよかったよ。ここで戦闘してたのはお前たちか？ええ、そうだけど、何か。これが飛んできたので持ってきた。何かのデータ資材のようだが、自分は見たことがない情報体でね。ウイルスか何かの可能性もあるので、捨てるか迷ったのだが、一応渡しておく。直接触れないように一応包んでおいたが、開けるのも開けずに捨てるのも自己責任で頼む。ありがとう。私はネウ。円卓の騎士ランスロット、フォークロアだ。横取りしてもわからないのにわざわざ持ってきてくれたんだ。ああ、自分はノラのフォークロアだから、組織間の陣取りやら資源集めには興味ないんだ。それにウイルスの可能性もあると言っただろ。後で受け取ったことを後悔するかもしれない。だから礼などいらないよ。もっと、そうだ、お前たちこの辺りで魂食いを見たことはないか？
魂食い？何のこと？まだその名前では広まってないのか。では聞き直そう。アバターやフォークロアを食ったポーンを見たことはないか？この辺りでは見てないわ。私が見たのはこの間町に出てきたやつだけよ。ああ、その件なら知っている。自分が探している個体ではなかったようだ。他のは見たことがないわ。ランスロットはその魂食いを探してるの？魂食いとは特定の個体名ではないよ。最近複数の組織で広まり始めたアバターなどを取り込んだポーンを指して言う隠語だ。ランスロットは非契約なのよね。非契約だとそういう情報を得るのは難しくない？そもそも廃棄領域への出入りはどうしてるの？できないわよね。ねえ、確認したいのだけど。お前は質問だらけだな。一体なんだ？ランスロットってずっと廃棄領域にいるの？まったく。ネウと言ったか？お前、人からおせっかいとか言われないか？図星か。いいやつだな。わかりやすくていいよ。廃棄領域の出入りなどは心配ない。なんといっても自分は円卓のランスロットだからね。単独ミッションは慣れてるんだ。サバイバル生活も問題ない。でもそれだけ有名なフォークロアなんだから、どこの組織だって受け入れるだろうし、契約すれば探し物のバックアップも。契約？契約だって？あの、何か気に触った？ああ、すまない。お前たちには関係ないことだな。今のは忘れてくれ。驚かして悪かった。では、自分はそろそろ行くよ。もし次に会った時に何かあれば教えてくれ。分かったわ。ではな。はあ、この辺りの敵は少し強くなってきてるわね。さっきのフォークロはランスロットに話を聞いておけばよかったわ。あんたの方はどう？なんか思い出したりとかしそう？やっぱり戦闘には慣れてきたみたいだけど、そんな様子はなかったもの。あ、そういえばランスロットが資材って言ってたけど、何か確認はしてなかったわね。見たことない資材だって言ってたから、念のためにウイルスチェッカーで確認してみましょうか。うん、オッケー。大丈夫そうだから開けるわね。え、何これ？本当に見たことない。何かわからないうちは直接触らない方がいいわ。特に今のあんたは。ちょっと言ってるのにどうして触るのよ。機能認証フラグを確認。なんですって？クロノグラフがまた反応してるの？特殊機能承認シークエンスを再開。機能解放フラグ、種別特定完了。第一特殊機能解除、認証クリア。第一特殊機能解除シークエンスを開始。マスターの安全確保のためフォークロアを強制招致。第一特殊機能認証情報ベリファイ開始。私にはやっぱり無理だよ。代わりに話してくれたらいいじゃない。ちょいっと、私のコードを改造すればいけるよ。
そしたら君が私の代わりでもバレない。ちさ、バレますよ。明暗みたいに言ってもダメです。それでなくともあなたの年齢を考慮して、シャーロットの開発チームも必要最低限の対話で済むよう多くの特例を通してくれてるのです。現に他の開発者に課せられている機密保持特別契約書へのサインは免除されているでしょ。その代わりシャーロット自身のことは触らせてくれないもん。この問題だってシャーロットのことなのに。あらあら、私は助けませんよ、ちさん。慣れるのも大事です。頑張ってお話ししてください。そんな、おしっことで、どうしてもその、ごめんなさい。今日はもういっぱい頑張ってましたものね。ちさは今日プロジェクトの重要な会議で頑張って開発室まで行ったんですけど、いつも通り何も話せず帰ってきちゃったの。意気込んで開発会社まで行ったのにこの通りなものだから、反動でいじけちゃったみたい。いじけてない。情報を入力しないといけなかったんだ。だけど今はこれがひまわりだよって絵や写真をたくさん見せてあげたら、 AI は自分でひまわりがわかるようになるの。ああ、でもね、あまり学習させすぎるのも良くないんだよ。勉強させすぎると逆に判断の幅が狭くなっちゃうの。同じ話題で話せるお仕事相手ならすぐに話せるようになるかもしれませんよ。うん、ありがとう。情報ベリファイ完了。第一特殊機能開放開始。気がついたのね。よかった。グラフが急に起動したと思ったら、あんたは倒れるし、情報体はあんたに吸収されるし。一番の問題はあれよ。
クロノグラフがバックドアを作ったみたいなの。ここよりもっと真相部へ入れる入り口よ。あんたのフォークロアたちはいたけど、気絶したあんたを抱えてコーンよりもヤバいのに襲われたらどうしようかと思ったわよ。とにかくあれが開ききる前に気がついてくれてよかったわ。それにこの音もう聞こえてるわよね。構えて出てくるわよ。女王の領域を守護する構成プログラムライト。支援はお任せください。ケメット、セレウ、うわ、参ります。はい、そこそこ、それクレッキヒ、うっ、いた、完璧でしたよ。いらんような不明義で。チャンスです。ラックピン。Stay with me.